NEC はケント塩害の獲得に乗り出す。オランダメディア、ボエットボールインターナショナルはそう書き出し、慶応大に在学中で今期は横浜 F、マリノスの特別指定に登録されている塩海ケントについて報道した。動画、こぼれ玉を見逃さず、塩海ケントのハット達成団記事によれば、NEC は数ヶ月にわたって小川幸喜のライバルを探しており、 塩貝の加入は将来に向けた遺跡となるようだが、内名編が9月2日までにより経験豊富なストライカーを獲得して強化したいかどうかは不明だと見解を示す。塩貝の実力に関しては、U から19日本代表で結出した存在と評価。この若いストライカーは横浜 F、マリノスでプレーしており、彼は2027年7月1日にそのクラブに完全遺跡することになるが、 それはもはや不可能となっている。今年は日本の最高レベルで7試合1得点を記録したと紹介している。またクラブ専門メディア、f o r ンク・ドット・ n l も、NEC は小川に加えてセカンドストライカーの獲得に努めてきたと伝え、クラブは間違いなく塩害に関して佐野と同様のシナリオを期待しているだろうと綴る。